皆さんこんこにちはフィギュアスケートのカミラ・ワリエラ選手、まあ、確かにあの、まあ、15歳という年齢で、ワリエラ選手に罪はないわけですけども、えー、も罪がないというのはロシアの場合はですね、コーチ、国の言うことはもう絶対なんですよ。これはね、あの私たちのような民主主義国家と違うんですね、やっぱり。えー、ロシアは今,今もまだあの独裁国家であると。 いうふうに見てたの間違いないんですね、その政治体制を見ますと。えー、それ見てわかるように、プーチンの一言で、ね、敵対する人間、何人もこれ、葬り去られているわけですね。例えばあの、北方領土を日本にまあ返したらどうだと、返すべきだということを言った人、まあ、ロシアの女性でいるんですが、えー、何らかの当局によるまあ監視を受けてきたということがあるというふうに言われているわけですね。 経済でもロシアのビリゲイスと言われた人物が、えー、プーチンにとって脅威となるということから、まあ、言いがかりをつけられて、えー、監獄へぶち込まれてしまったと、えー、いうこともあるわけですね。この点については別の動画で詳しくお伝えしています。後ほどご紹介します、えー。説明欄にご紹介します。ワリエラ選手の,このドーピングについてはですね、私はあの実はあの何年か前に、 あの、キヒラ選手がトリプルアクセル決めまして、まあ見事に決めて、あの素晴らしい演技しましたでしょ。それで世界の頂点に立ったと、トップに立ってね。であの時に実は世界中のね、スケーターから、あもう次の北京オリンピックでは、キヒラの金メダルで決まるよねと、そういうことがいっぱい出てたんですね。で、ところがそれからしばらくしてからですよ。ロシアから4回転をポン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 飛ぶ選手が何人も出てきたと。 何も出てきましたね。で、あの時、みんな、やっぱ、ロシアの女子強いな、というふうに思ったと思うんですね。私もそういうふうに思いました。それで、あの、まあ、そういう才能のある選手を集めてね、小さい頃から、えー、訓練をして、まあ、ロシア独特のやり方によって、こういう選手が生まれてきているというような形での論調が多かったわけですね。 このロシアのドーピングについて証言したこの少女、当時これ13歳だったんですが、私もたまたまこれテレビで放映されていましたのでね、偶然これ見たんですよ。で、現在、今回の大会でもね、ウクライナの代表として出場していましたアナスタシア・シャポトワという選手なんですね。16歳、当時13歳ですね。彼女がね、 あの、まあ、そこにいた、まあ、練習風景なんですね、そこは。コーチがいて、彼女がいて、13歳ですから、まだ、まあ、少女ね、ちっちゃな子ですよね。で、そこでファンとね、ちょっとやりとりしたときに、えー、上手な演技をする秘訣は何かあるのと聞いたんですね、このファンの人が。そうしたら、えー、ただこの何気ないような質問に対してですね、シャポトワはこんなようなことを答えたんですよ。 たくさんお薬を飲むことでと。そうすることによって、あの安定した良い,い演技ができるんですと。で、それがあの生骨の秘訣なのと。で、そのためにも正しいお薬を飲むことが大事なんだよと。こんなようなことを答えたんですよ。で、実際確認しましたところ、当時の発言はこういう風で間違いはなかったです。 これ偶然こういう答えが出てきてしまって、さらにあの、そのファンの人がですね、私の動いてる限りでは、あのまあ、こんな悪と聞いたんですね。あのロシアというのはたくさんの、ね、メダリストを出してるけれども、えー、モスクワのこういったチームでもあの禁止されているようなお薬使ってるのと。そしたらもうみんな飲んでるに決まってんじゃんと。 こういうことを言ってたんですよね。で、慌ててね、その時になって、近くにいた、あの、まあ、この、ロシアのそういう関係者ですね、スケートの。えー、これがもう彼女を押しとどめたんですね。で、結局ね、これは当然大きな波紋を呼ぶわけですけれども、えー、その後にね、この、この小さな13歳の子を呼んでですよ、ロシアの反ドーピング機関とか、 あの、まあ、ロシアのそういったスケートの関係者ですね。こういった、まあ、スポーツ局などが、彼女をシャボトワ選手と話をしてですね。結局、これを彼女がもう謝罪するという形になったんですよ。もう13歳ですよ。もう中学生ですよ。嘘言うような年齢でもないし、まあ、彼女はあどけないまま、このね、聞かれるままこれ答えたわけですよね。 で、ここで実際彼女が言ったのは、あの、ドーピングという言葉を使っていたようですね。これ、あの、確認を取りましたところ、え、これ記事として、あの、出てますので、あの、ドーピングという言葉を確かに使っていたと。で、しかし、まあ、後ほどね、謝罪した時には、えー、まあ、この、まあ、これ言いくるめられてますよね。当然のことなら当局に。で、サプリメントのことをそういうふうに表現したんだと。まあ、そんなような言い訳になってるみたいですね。 当時、このテレビで私、これ見たときに、この,このちっちゃな女の子がね、えー、飲んでるに決まってんじゃんと、まあ、こんな風に言ってるのを聞いて、本当にあのびっくりしたんですが、ロシアの、ね、選手たちは、まあ、当然、女性たちですね、特に、えー、こういうことはみんなも知ってますけども、言うことはできないということは、後ほど、ね、この後でお話しますが。 えー、この内部事情を暴露した人間が、まあ、命まで狙われる事態になっていると。えー、現在はこれはアメリカの保護下にあります。現在彼女はウクライナで選手として活躍しているんですね。で、これはもうロシアのね、今もやっぱり何らかの形でこの薬物を使っているということは、ね、思わせるには十分な出来事だったんですね。で、ロシアはドーピングでも実はあの世界で一番多いんですね。 二番目の国に除いて、あの、二番目の国と比べてもその倍あるんですね、ロシアのドーピングは。要するにロシアはこういうルールを守らずに、何らかの形でそれを回避するような形でのものを国を挙げて、あの、やってきているんではないのかという疑惑がやっぱり出てくるわけですね。ええ、ですからあの、実際ドーピングとしてね、あの、検査するときに、 検体を違うものを出してくるということまでやっていたわけですね、彼らは。で、さて、このワリエラ選手ですね。薬物として挙げられてきたのがトリメタジジンということですね。え、これ、一般、普通の報道で見てますと、これ自体にあの、なんか運動能力を上げるようなものは何もないというふうに出てましたでしょ。そうしますと、えなじゃあなんか飲んだと別に何の意味もないんじゃないのと。 いうふうに思う人が多かったと思うんですが、まあ、実際にはこれ、そうじゃないんですね。これ、回り回ってこれは運動能力が上がるということなんですよ。で、あの、これがどういう薬であるかということはもう皆さんね、いろんな報道でご存知ですよね。この薬自体はね、あの、狭心症であるとか、心筋梗塞だとか、こういった治療に用いられるということですので、 このワリエルがこの病気であるということはまず考えにくいですね。またこの病気であったらあんな激しい運動はできないわけですから。としますと、このトリメータジジンが検出されたということは、これは意図的に飲んだか、何らかのものに混ざっていたか、飲まされたかということになるんですが、何か混ざってこれが飲むということはないですね。そうしますと飲まされたということになるんですが、この可能性は極めて低いということですよね。 えー、そうなってきますと、あのー、なぜ低いかといえばそあの意味がないわけですねこの彼女にそんなものを飲ませる意味がないわけですよでそうしますとあとはもう自分で飲んだか飲まされたかですねで彼女は自分で進んでそういった知識を持って飲むということはちょっと考えにくいですよね、えー、これは彼女にとっては非常にあの気の毒なことだと思いますはっきり、えー、その意味では彼女も被害者であると、まあ、ロシアのね こういういいルルールを守らない連中の被害者であるということですねでこれを知っているのはやっぱり高知陣であるとしかし講師口つぐんだままですねでこれは意図的に飲ませたということが非常に濃厚なわけですねでこれ運動能力を上げないけれども回り回ってこれが運動能力を上げるというのが正しいんですねでこれは血管を広げて血流なんかを良くするという作用があるわけなんですけども そうしますとね、血管が広がるということはね、血圧は下がるんですねうーん。寒い中ですと血管が、あの、細くなっていくんですね。どんな人間でもそうですよ。あの、スケートリンク寒いでしょ。そうした中へ行くと、どんな人間でも血管があの細くなっていくんですね。狭まっていきます。そうすると血圧は上がるわけですね。えー、ところがこのトリメトジジンを飲むと、それが防げるということですよね。 え皆さんだから最初に体を温めるために動き回りますでしょう、リンクの中。ああいうことしなくても、え血流が良くなると。えー、当然運動能力、これ、ま、あの、上がりますね。えー、それと、このトリメタ自身というのは、そういったことからの持久力にも関連が出てくるんですね。持久力も上がると。えロシアはね、国を挙げてね、どういうふうにしたらドーピングに引っかからないでえ、できるかと。 言うようなことをやっぱり研究してきているというふうなのことを報告しているような人もいるんですね。で実際やってきたことを言いますと、それが色濃くそのような疑いはやっぱり持たざるを得ないということになりますね。オリンピックというのは彼らは国威発揚の場として利用しているわけですので、政治とは関係ないとは言っても極めて政治なんですね。最後に一言 えー、ロ,シアのロシア人はね、極めてあの日本人に対して友好的で話のできる人多いんですよ。えー、ですからロシア人はいいんですね、別に。えー、ダメなのはね、これはロシアの国として、えー、動いてきた場合ですね、国政府ですね、ロシアの国家。こういうふうに見たときにはもう全く信用できない国であると。決して気を許しちゃいけない国であるということははっきりしているんですね。